今回読売巨人軍と、読売巨人軍選手会はですね、球団の社会貢献活動 G ハンズ、そのプロジェクトの一環で XR キャッチボールを介してですね、島根の大学病院に入院している子どもたちと東京ドームで練習終わった選手がですね、バーチャルのキャッチボールで交流すると、そういった企画でございます。 XR キャッチボールは音を使ったキャッチボールです。スマートフォンを手に持ってピッピッピッと3つの音を鳴らして相手のところにボールが飛んでいきます。それをタイミングよくキャッチするとキャッチした音が鳴るようになっています。入院中、今治療頑張っているお子さんたちに、ぜひこうワクワクするようなドキドキするようなイベントを、提供できればなということで、この企画を、考えたというのが一番のきっかけです。信じられないっていう気持ちで今日を迎えるにあたってずっと考えてて、これは自分の夢を超えた夢が実現してるっていう感覚で、島根と東京っていう離れたあれなんですけど、すぐそこに選手がいるような感覚ですごく楽しくできました。制限されて動けない子どもが東京ドームとつながってキャッチボールができる、頑張る力になるかなと思ったので、本当に良かったなと思います。とてもいい機会だったなと思いますので、ずっと入院生活でつまらないというか、でもそんな日にこんな素敵なイベントがあって嬉しかっただろうなと思います。楽しかった。